はい。皆さん、こんにちは。もっともっと未来は先に来るんだと思っていましたが、セイレンボイスというソフトウェアのデモが今画面に表示されています。ツイッターの方で、ボイスボックスの広島さんがセイレンボイスの AI ボイスチェンジャーというのを開発しました。高品位な声変換ソフトウェアですということで、 2022年の4月下旬を発売予定していて、セーレンボイス、ゆずきゆかり、セーレンボイス、ことの葉あかね、あおいの発売を発表したということで、今日は3月の25日、本、先ほど発表がなされました。この技術は、ドワンゴが開発した AI ボイスチェンジャーを利用して、 動くようになっているようです。AI のディープラーニングを使って再構築して自分の声を他人の声に変えるという技術のようです。今画面にありますように、ボイスボックスのヒホさんが精錬ボイスの開発にも携わっていると聞いています。どれぐらいが誰の領域でどこまでがドワンゴの技術なのかとかいう細かなことは今現代は 僕自身は分かっていませんが、このようにもう発売が間近になっているということです。そして、この精錬ボイスのデモというのは、ここで録音ボタンを押します。マイクが繋がれていましたら、ここに録音の波形が出てきます。そして今、右の方は5、6という項目があるんですが、これをやった時には白紙の状態です。 そして、録音をしましたら、このように再生してみることができます。僕は、わだと意地悪く、こんにちはというような形で録音をしてみました。ちょっと聞いてください。こんにちは。はい、こんな感じに録音ができています。そして、ここで3番目で声の選択をしますが、 このプリセットのまま4番に進みました。そして声変換というボタンを押します。そうすると30秒ぐらい待ってくださいというようなメッセージが出てしばらく待っているとこの5番の状態の分析グラフが出てきます。そしてまたそこから20秒ぐらい待っているとこの動画が現れます。そうしまして この動画を聞くと変換結果を見ることができます。動画はダウンロードもできるようです。じゃあ、ちょっと聞いてみましょう。こん,にちはこんにちは。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 はい。こんな感じです。音程も再現されています。とっても素晴らしいですね。 まだまだこれはデモの状態でどんな製品に仕上がってくるのかはまだ全くわかりませんけれども基礎技術としてはとっても素晴らしく自分の声をこのように変換できるということです例えば歌の場合でしたらボーカロイドとかシンセサイダー V などの歌声合成ソフトで歌わした歌をまたそこからいくつかのこういう 声選択をしたものに入れ替えるということができることになります。もう本当に近い将来にかなり面白いことができるような時代になりそうです。ぜひこのサイトの URL も貼っておきますので皆さんの方でも実験をしてみてください。とっても未来が見えて楽しいですよ。村長でした。